つて道路沿いにたくさんあったドライブイン。時代の流れとともにコンビニが普及し始め、そのドライブインは次第に数を減らしていった。今回はまだ現存するドライブインの一つを焦点に当てとする。ようです。今日はね、どこに来たかと言いますと、古城池トンネルですね。まあ、トンネルが2つあるんだけど、はい、そこが心霊スポットだったということで、曲がりきれずに死んだとか、そういうのがあって、まあ、いろいろとね、魔のカーブとか、中で女性の声が聞こえるとか、そうね、古いもんね、これ、かなり。今日はね、この、ドライブイン古城っていうところに来たんですよ。これ24時間営業なのかな。で、まあ、そのいろんなね、話があると。もうこれ今、12時過ぎてんのに、もう車のね、駐車がね、すごいんですよ。何車室？やっぱ夜な夜な男たちがここに集まってなんかねえやってるぞ、ゲームをね。それはどうでもいいんですよ。それ以前にちょっと、ね、ちょっと今日はね、うどんそばみたいなのがあるらしくて、ちょっとグルメネタでいこうかなと。ただ僕らはそれだけなんで、はい、始まります。はい、行きましょう。はい、コマンド。どういうゲームなんですか。
タン言うて。早いな。すごいシンプルな。美味しいですね。美味しい。優しい味がします。優しい味、優しい味がします。あ、そう、この天ぷらもね、美味しそうです。あ、美味しい。この天ぷら美味しいですね。いうわけで、まあなんか普通の、ゲームセンターかなと、なんか平食を縮小したような感じ、縮小というかだいぶ縮小した感じ。まあ食べ物あるし、まあ食堂っていうじゃないけどすぐ食べれるそばとうどんがね あったんで。でゲームセンターもね、なんか懐かしのゲームあったりで、ボンバーマン、ボンバーマン、はい、そう、イニシャル D、そう、ちょっとエッチなやつあるのかなと思って、なんか。でいうわけで、多分ここ24時間だと思うんで、なんか夜な夜 なんかみんな集まってここでゲームしてると、いうことで、まあなんか憩いの広場かなということで、またね、興味ある方行ってみてください。それではまた。ありがとうございます。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。